シロ、調理中にすまないのですが。あよ、何？シロの留守中、ゴシップの定期購入をしろと見知らぬ人物が訪ねてきました。断ったのですが、まだ諦めない。取ってくれるまで毎日来ると不屈の闘志を燃やしているのです。率直に言って、あれは敵とみなしてよいのでしょうか。いな、断じてみなしてはいけない。自信はありませんが、明日もおとなしく彼の話を聞いています。無理に付き合う必要ないぞ。新聞ならもう撮ってるって言えば3ヶ月はやってこないから、その方向で。もしくは桜を呼べば即時解決。桜ですか？しかし、ああいった手合いは桜も苦手だと思いますが。苦手なものって克服できるらしい。桜の新聞勧誘の交わし方はすごいぞ。見ているこっちが怖くなるぐらい。なるほど。日頃大和な分、本気で怒らせてはいけないという。